早々に必ずお集まりいただきましてありがとうございます。それではただいまより、国会議員による不当な人権侵害、森裕子参議院議員の懲罰とさらなる対策の検討に関する請願書、こちらに関しての記者会見ご説明をさせていただきたいと思います。私は今後本件についてはご近の一人に直されております加藤と申します。よろしくお願いいたします。この件に関しましては皆様もうすでに報道等でご案内のとおりでございます。概要に関しまして、原英二より、経緯のご説明、をさせていただきたいと思いますので、まず、原さんよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。原でございます。本日国会議員による不当な人権侵害、森裕子参議院議員の懲罰とさらなる対策の検討に関する請願書を提出いたしました。森裕子議員による人権侵害の経過、資料でお配りをしております、この請願書の資料の後に請願に至る経過という一枚の紙をお配りしておりますが、ここに記載している通りでございます。10月15日参議院予算委員会で森議員が私を名指しし、国会公務員、私が国家公務員なら斡旋利得収賄で刑罰を受けると発言しました。私は特区提案者から金銭を受け取ったとの、森議員は毎日新聞記事を根拠として示しました。しかし出た元の毎日新聞もそうした報道をしたつもりはない否定をしています。つまり争いの余地もない事実心の誹謗中傷です。森議員に対して発言について説明を求め続けてきましたが、今日に至るまで説明がありません。あまりに無責任な対応です。私は当事者双方の証人喚問を求めていますが、これにも全く対応をいただけていません。さらなる人権侵害もありました。11月7日参議院農水委員会では森議員は私の自宅住所を掲載した資料を配布し、終了後ホームページで公開、 SNS で拡散しました。国民民主党の玉木代表は謝罪コメントを公表されていますが、森議員ご自身からは私にはまだに謝罪がありません。この件はついうっかりではなく自宅住所と分かって公開したはずです。これはなぜかというと、国会の質疑の中で、同じ資料に法人住所と自宅住所と両方掲載されていましたが、法人住所については質疑の中で読み上げていらっしゃいます。それとは別の自宅住所が掲載されているということを分かっていた公開で公開したはずだと認識しています。なぜこうした行為に及んだのかの説明もありません。およそありえない対応であります。請願ではこうした言動について懲罰の検討を求めています。また国会における人権侵害の再発防止策の検討を求めています。私たち補起人15人で、今日はそのうちの5人でこちらに来ておりますが、15人でインターネット上での署名集めを10月19日から行ってきました。11月29日13時までの時点で66,624人の賛同をいただいております。今日はこの賛同いただいた方々の名簿もお持ちをしております。この資料をもって請願の紹介委員になっていただいている浅田仁参議院議員のところに届けをし、先ほど9時に浅田議員から参議院に請願を提出をいただきました。この6万6000人の声を国会でもぜひ受け止めていただきたいと思っております。もしこの請願が握りつぶされるとすれば、国会には重大な欠陥があると言わざるを得ません。国会議員には免責特権が与えられています。国会での発言について国会外では民事でも刑事でも責任を問われません。過去にもある病院の院長が国会で議員に誹謗中傷され自殺した事件がありました。ご遺族が最高裁まで争いましたが敗訴しました。理由は発言が真実と立証されたからではなく、免責特権の壁が立ち塞がったためです。こうした特権があるからこそ、国会議員は一人一人が自らのご発言に責任を持たなければならないと思います。間違ったときは速やかに訂正、謝罪をしなければならないということだと思います。まして、説明を求められて黙殺する、こういった対応はありえないことだと思います。そして、本来あってはならないことですが、責任ある言動を取らない国会議員の方がいるときは、国会として対処をいただく必要があります。
それが今回の請願で求めている懲罰です。国会が正常に機能を果たせないのであれば、免責特権は危険極まりない制度ということになります。国会は人権侵害、司法代の場となりかねません。本日提出した請願について、国会議員の方々に党派を超えて問題を認識し、受け止めていただけるように最大限の努力をしていくつもりです。この後、国民民主党の玉木代表、また参議院予算委員会、労使委員会の理事の方々などにも請願の写しをお届けして、全国の請願に賛成いただくよう、ご対応をいただくようにお願いしようと思っております。国会は政治に機能することを信じております。ありがとうございます。それではこちらの方に、お気に入りの方々にも同席をして、もらっております。それでは私の岸さんの方から、はい、お話をしていただければと思います。どうも皆さんおはようございます。慶応大学の岸です。中身経緯については今原さんの方から説明がありましたので、その重複するようなことは言いませんけども、私が一言だけ声を大にして言いたいのは、例えば、私、小学生の子供が2人いまして、当然、子供に教育をする場合は、まず嘘をついちゃいけない。で、弱い人をいじめちゃダメだと、当たり前のことを、言ってます。でも冷静に考えると、残念ながら結果として、森友子議員は、その私が子供にやっちゃダメと、普通の親なら誰でも子供に言うようなことをですね、自ら破っているという、はっきり言えば非常識なことをしているようなというふうに思っています。で、そういった行為がある以上は、やっぱりこれは対処をしないといけない。で、やっぱり本来やるべきのは、国会の側として、こういう、非常識なことをする国会議員には、懲罰を科すと。いうのが当然と思ってますので、それが今日の請願に至ったんですけども、あえて先ほど原さんの説明に一つ加えるとすれば、結果的に与野党、政党はたくさんある中で、この請願の重要性を、すぐご理解いただいて、で実際に請願の提出というのに協力してくれたのが、維新の会、だけであったなと。これもどうなんだろうと、今日も私先生は維新の側の代表として、見守りに、わざわざ参加してくださってますけども、本来こういう社会で当たり前やっちゃいけないことをやった人間に対する懲罰、これ特に国民の代表の国会議員は絶対やっちゃダメなはずですので、それへの対応をする、過程でも結局与野党、ほとんどの党が動いてくれない中で、維新の、浅田先生が、対応してくださった、これは非常に、こちらとしては、ありがたいことなんですけども、逆に言えばこれほどの人権侵害が行われているのに与野党ほとんどの党が動いてくれないっていうのを、国会としてこれはどうなんだろうと個人的には、強く思っておりますので、でいずれにしましても今日提出して、最終日ですから来週、この請願の処理が行われると思うんですけども、ここでこの請願がどう処理されるかによって、国会の、本質、国会議員、国会の本質が分かるのかなと思っておりますので、これは原さんの名誉毀損の問題に限定しないで、国会議員が、こうやって、軽々と人権を侵害する可能性が、人権を侵害するという事実が起きている、それへの対応を国会、参議院がどうするかというのは、ある意味でこれ国民の人権の観点から非常に重要と思ってますので、ぜひこの奇数がどうなるか、反対する党がどれだけ出るのかというのは、しっかり、メディアの方も見極めて、可能なら報道していただければなというふうに思っております。以上です。ありがとうございます。それでは続きまして、高橋先生、よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。高橋ですね。原さんの説明と岸さんの説明にさらに加えるとすれば、この森友子議員の公開質問状というところでですね、一つ、森友子議員は10月15日参議院予算委員会、11月7日参議院労使委員会で配布資料で、出展特区ビジネスコンサルティング会社
案内よりご流行事務所とされるものに私の氏名と顔写真がありましたけど、これについてどのように入手したのか、資料の信憑性をどのように確認したのかというご質問には答えていただきたいと思います。まあ、さらに付け加えますと、ここの写真には私だけではなく、岸さんを持っております。で、まあ、ネットの上でですね、それをどこから来てきたっていうのを調べてくれる人が、調べてくれた人がいて、全くこの関係ない、なんかどこかの原発かなんかの話で、岸さんと私がネットで出てた、そのものその写真をそのまままくって持ってきたような感じであります。まあ、当然のことながら、特ビジネスと私は関係ありませんので、話っていうか、この質問もぜひ森井子さんは答えていただきたいと思います。で、さらに国会議員の、なんていうんですかね、この誹謗中傷っていうことで広く言うとですね、実は私、先週もある国会議員に、レイシスト、ファシストと呼ばれされまして、それで、それについて、これはツイッターなんで多分委員会だと思うんですけれど、どのような根拠でそのようなことをおっしゃるのかっていうのを問い合わせてるんですけど、全く答えていただいておりません。で、先ほどですね、実は枝野代表にも聞きまして、ツイッターで、これはこういうふうに、確かこの方は石垣のり子さんで、確かに石垣のり子さんっていう参議院議員なんですけれど、これはこの方は立憲民主党の所属だと思いますので、その所属国会議員が、まあ、どんな根拠か分かりませんけど、ファシスト、レイシストっていうふうに私を言ってるわけなんで、ちょっと正直言うと、このファシスト、レイシストっていうのは、完全に NG ワードですよね。で、これを国会議員の方が根拠なく言われるっていうのは、なんか国会議員による誹謗中傷っていうのが流行ってるんですかと、つい思わず言いたくなるような話であります。まあ、この安倍さんの件をはじめとして、国会議員の方々が何をどういうふうに考えて発言されているのかというのを、ちょっと国会に問題提起していきたいと思います。ありがとうございます。それでは日手さん、よろしくお願いします。本日朝早くありがとうございます。アゴラ編集長の日田でございます。今回お気に入りの中で、ちょっと数少ないメディア側からの賛同したものなんですけども、ちょっとメディア視点から1点だけ加えるとすると、まあ、本件、10月はネット上を中心にかなり、注目をされましたが、まあ、その後世間全般で桜を見る会のところでだからと注目が移ってしまった感もありなんですが、どうも何ですかね、この問題は本当になんとなく、まあ割とその規制改革のところとか、まあ、割とその政府と一緒に仕事、まあ、お仕事をされてきた関係者がなんとなくいるから、なんか朝日新聞とか、それ以外、酒さん以外の方がなんか報じていただけてないのかなっていう感じがするんですけど、これ問題、本当に党派とか関係なく、本当に大事なことだと思ってます。やっぱり国会議員っていうのが、本当に発言っていうのが、本当に重みがあること。今ここ最近安易に今高橋さんの話もありましたように、まあ、立憲の石垣議員が、こういう根拠もなく、誹謗中傷レイシストとかいう、まあ、うかつな、まあ、普通はなかなかこういうことを言わないもんですけども、こういうことを平気で SNS で発言をしたりとかですね、あとは今回この騒動の関連で浜田さんと高橋さんですけど、高橋さんのツイッターの時刻をめぐって、立憲の会派に所属している、今井議員と柚木議員が、ツイッターの時間を間違えて、森さんの質問の内容をあらかじめ把握していたんじゃないかという事実無言の、もう、まあ、明らかに間違いなんですけども、後でそれはツイッターの時間を間違えていた可能性が高いということが分かって指摘されても、それを効果音にしているというような、もうこれはっきり言ってもう衆議院の議事録にも載ってしまってるんでね、本当にこれ恥ずかしいことで、その党派とか関係なく、明らかにも誹謗中傷が、まあ、はびこったり、本当にそういうことをまかり通るということは、これはもうどのメディアだろうが、どの政党立場であろうが、これは党派とかそういうものは関係なく、きちんと正していかなきゃいけない問題だと思っております。ところが、まあ、なぜか、まあ、桜を見る会の報道の影響で注目度の問題もあるかもしれませんけども、
どうしてもなんか納得力、動画的な、なんとか、ことで、各メディアの皆さんもちょっとそういう感じで動いてしまっているところもあるのかなと思います。現場の記者さんはそうじゃない方もいらっしゃるんですけども、まあ、上のデスクの皆さんの判断とかがなかなか、伝わってないところもあるので、この問題はそういう党派のことは関係ないんだと、本当に本質的な問題として重要だということを改めて、訴えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。付け加え、原さんございます。よろしいですか。この問題に関しましては、ご承知の通り、もう過去6月に毎新の報道がされまして以降、我々は声を上げさせてもらっております。先日11月の頭にも記者会見を開きまして、森裕子議員ももちろん、本件に関わる議員の方々にも、ぜひ一緒にその誤解を正そうというふうなことで説明会を開きましたけれども、ご参加いただけませんでした。たまたま今回はその原英二という非常に発信力のある人間が、関わっているだけに、こういった会を開かせていただいておりますけれども、通常の姿勢の方々であればなかなかこういったことはできないだろうというふうに思います。ぜひこれを機会に国会議員の方々の発言に対する責任、そしてそれに対する対策のあり方というようなことについて、ぜひ考えていただきたいというふうに思っております。それでは会場の皆様の方から、ご意見ご質問いただきたいと思いますので、以降よろしくお願いいたします。何かございましたらお願いします。いかがでしょうか。はい、時事通信の水崎です。よろしくお願いします。10月の記者会見の時に参加させていただいたんですけれども、その時は署名を始めたばっかりでして、その署名と合わせて今日は懲罰を求める請願を佐藤議長に提出されて受理されたということでよろしいでしょうか。はい、今日参議院議長に提出をして、議長直接ではなく請願課ですかに提出をして正式に受理をいただいています。で、署名に関しては参議院ではインターネットの署名を正式には受け付けないということにされているので、これは参考扱いですね。で、請願を提出しました。で、それと合わせてこれだけの署名が集まっているということを、お示しをしているということでございます。わかりました。まずこの署名の方なんですけども、立て付けとしては11月7日の住所の公開部分は入っていない署名ということになるんですよね。でもただ、理解としては、どちらも含めて、全体的なことを含めてということでよろしいでしょうか。はい、署名自体はこの10月の19日に集め始めましたの で、まだその時には住所公開の問題が起きていませんでしたから、で、その状態での署名でございます。経新聞の千葉ですけれども、皆さんちょっと質問かぶるんですけれども、合わせてその示した署名 の数っていうのは、ここに書いてある66,624ということでよろしいのかということと、それと玉木代表ですとか各委員会の理事の方にも、お渡しお知らせするということなんですけど、その日程で決まっているものがあればお知らせいただければと思います。まずはお届けするのは直接お目にかかれるかどうかは別として、もう可及的速やかにお届けをしていきたいと思っております。それから、インターネット署名の数は、先週の金曜日の13時時点で、29日の13時時点で66,624人です。でただこのインターネット署名自体はまだ集め続けていますので、現時点ではまだもう少し増えているかと思います。またさらに署名集め自体は続けているということです。で先ほどの繰り返しになりますけれども、請願については、私人たちの15人で請願者となって提出をしていますので、
で、ただ6万6千人の方々の声が後押しをいただいてこの請願を行っているということをぜひ国会として受け止めていただければと思っています。よろしいでしょうか。ぜひ追加のご質問ご意見ございましたらお願いします。はい。すみません、共同通信の佐伯と申します。そもそもなんですが、原さんとですね、森議員というのは、この森議員がその10月15日の参院予算委員会を質問するまで、なんというか接点というか、なんかそれまでのなんか絡みがあったりとかっていうのはあるんでしょうか。何かあったことないです。この時に急にこうなんか一方的に言ってきたというような感じ。この以前に、6月11日にまずそもそも毎日新聞の記事が出たわけですね。でその後、野党合同で国家戦略トップ利権隠蔽疑惑追及の野党合同ヒアリングというのが立ち上げられて、でそこで森議員や今井議員が座長だったと思いますが、何人かの野党の議員の方々がそこにいらっしゃって、でその記事に関する疑惑の追及をやってらっしゃった。その中で私の名前を何度か名指しして追及されていたということだと認識をしています。ただ国会の場でこうやった形で、話をされたのは確か6月の11日前の通常国会の時にも一度毎日新聞でこういった記事が出てますよということを森議員が発言されていたと思いますが、本格的にこういった追及をされたのは10月に入ってからということでありました。すみません、もう一点、11月4日、7日から8日にかけて、その原さんの住所をですね、森さんが公開したときに私も記事を書いたんですけど、森さんがちゃんと対応しなかったので、事実関係、ちょっとはっきりしてない部分があるんですが、これは原さんの側から森さんの事務所に問い合わせをして、それで、それからという感じなんですか。ですね、この時は11月の7日に国会質問があって、その日の夕方ぐらいにホームページで公開して SNS で拡散されていたようなんですね。で私もそれすぐには気がつかなかったので、その日の夜もだいぶ遅い時間になって出てるということに気がついて、で翌朝すぐに抗議書を代理人から送付をしました。で、それ以外にもいらっしゃってる足立議員にもご対応いただいたりといったことがございまして、それを踏まえて、翌日の夕方には黒組の対応いただいたということだったと思います。はい、お願いします。おそらくちょっとまだ僕全部把握はできないんですけど、おそらく今日現在も国民民主党の公式サイト上ではきちんと見解が玉木さんのブログと同じ文章内容の謝罪に関してきちんと確か出されていないと思います。
記者会見の中でのやり取り、謝罪したコメントについては確かベタッと載せてるんですけども、やはり改めてきちんと見解ということで個人ブログでも出しているのであれば、やはり党のサイトも出さないと党の、見解としてやっぱり成立 しないんじゃないか。もちろん森さんご本人も、まあ、この毎日新聞の件はね、まあ、ご本人はまずそう思う主張があるか、それはともかく上場公開の件は一応間接的には誤ってるわけだから、やはり直接この部分についてだけでも、やはり、森議員はきちんと謝罪をしなければなりませんし、玉木さんもその見解もちゃんと党の公式サイトとしてきちんとアップしないと、やはり認められないじゃないかと。これは企業の危機管理で言えば、企業の不祥事とかあった時に謝罪表明が社長の個人ブログでしか載ってないということになりかねませんので、まあ、そのことを一転してみても、まあ、噂で聞くように、すでに玉木さんのガバナンスがきちんと効いてないんじゃないかと。小沢さんたちに乗っ取られてるんじゃないかというふうに、風説が、まあ、私もそれ流してる一人ですけど、そういうふうに、思われても仕方ないんじゃないかと思いますので、これは国民民主党のガバナンスの問題でもあると思います。これは国民民主党の候補の方も含めてですね、きちんと対応していただきたいなと思います。それでも何を、基本的にはこの請願に、賛成してご対応いただきたいということです。ご対応いただくという意味は、懲罰の検討をきちんとやっていただきたい。それから国民民主党の玉木代表に合わせてこの請願に国会として対応いただくとともに、国民民主党としての森議員の処分、また党としての再発防止策の検討についてもお願いをしたいと思っています。いかがでしょうか。せっかく足立先生いらっしゃってるんですけど、まあ、請願なしだったり、市のまま、まあ、一人にして、根本権のご見解を考えるのをお伺いしてもらえますか。はい、はい。おはようございます。ちょっと今日、顔を出したのが迷ったんですけど、先ほど三田さんからも、党派関係なくという話がありました。本当にそういう思いで、ずっと遠くからというかですね、あまり直接前に出ず、見守って、させていただきました。ただ今日は請願の、紹介議員として、浅田参議院議員の名前も、まあ、正式に出てますので、むしろちょっとさせていただいて一言、申し上げたいなと思ってきました。で今党派制という話ですが、本当にこれ不思議でね、維新のたまたま、まあ、浅田政調会長が紹介議員になってますけど、まあ、請願もですね、党派性のある請願も多いんですよ。まさに共産党の主張をですね、請願の形で出して、それを共産党の議員が紹介議員になってっていうのも、毎年多数の請願が国会には提出されていますが、今回の原英二さんはじめ皆様の請願は本当に当たり前のことをですね、当たり前に言っていただいて、逆に言うと今回のような人権侵害をですね、救済する方法が、これしかない、この請願を通じて国会に意見を言っていただいて、それを、国会がですね採択をし、で実際にそこの内容を受けて、懲罰委員会という形に進んでいく、これが唯一のパスなんですね。だからまさに党は関係なく、いろんな方のご支援を得て、私たちも、まあ、働きかけていきたいと思いますが、実現をしていきたいと思います。先ほど原さんからも、これがもし握りつぶされることがあったら国会は欠陥だというお話がありましたが、私もまさにその通りだと思います。実は国会に欠陥があることはですね、もうはっきりしてるんですね。例えば4年前の平和安全法制の時に、津田太郎さんが大沼みずほさんを暴行傷害、しました。あれはもう犯罪ですから、本来、罰せられてしかるべきですが、
平和安全法制の審議を進めるためにですね、与党国対が、まさに握りつぶして、で私国会でね、大沼さんに質問したことがあるんですよ。政務官でいらっしゃった時に、なんでこれ告発しないんだということを申し上げましたが、まあノーコメントということ、これがまあ今までの国会ですね。ただそこまでは国会議員同士の話ですから、まあ最後仕方ないというかですね、あの国民に被害はないわけですが、今回の話はまさにあの人権侵害、名誉毀損を受けたのが知人である民間人でいらっしゃるということで看過できないということだと思います。まさに今回のことはですね、を試金石にしてあの国会が機能するのかしないのか、私たちも当事者としてしっかりあの取り組んでいくことをお誓いしてご挨拶にさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの今あの足立議員の方からお話をしていただきましたけれども、あの浅田議員によりますと、まあ、この請願を受け取っていただけるかどうかということに関しては与野党の全会一致でないと、なかなか決まらないという採択をしていただくかどうかということについては全会一致でないとダメだというふうなことでございました。各委員会の全会一致が前提ということなんですけれども、当然委員には森裕子議員もいらっしゃいますので、なかなか全会一致というのはこれ難しかろうというふうなことは容易に感じ取れることでございます。まあ、そういったあの今足立先生がおっしゃられたようなその国会の機能ルールというのが非常に、まあ、あの不完全なものになっているというふうな前提で我々も戦っておりますので、ぜひあの皆さんからも声を上げていただけますと非常に力強く感じる次第でございます。その他皆さんの方からございますでしょうか。加さんどうぞ。私議員にも力強いお言葉をいただいたので本当にありがたく思っております。何とかよろしくお願いしたいと思います。それからその前回一致の慣行の話もありましたが、やはりそのこれまでの習わしとか国体の取引とかですね、まあ、そういったことではなく、やはり本来国会としてどう対応すべきなのかという議論をしっかりとやっていただきたいと思います。国会において本来なされるべき議論は、まあ、この人権侵害という問題もありますが、それ以上にこの本質的に重要な点は、国会での議論は思い込みや感情に基づくのではなく、やはりその事実と論理に基づいてきっちりとなされるべきということなんだと思います。でこのそもそもこの出発点としてこの事実をないがしろにするような議論がなされた、でそれについての訂正も何もないというところが出発点であると思っておりますので、まあ、ぜひそういったところも含めてこのしっかりと国会の在り方を見直すきっかけにしていただけたらと願っております。すみませんでした、ご質問が。ちょっと人的なことで恐縮なんですけれども、先ほどの来週にも処理、請願処理を行われる見通しというあのお話でしたけれども、まあ、これは後で簡単に確認しますが、今のところこの辺の処理のですね、手続きの見通しについてはどのように見通されているのか教えてください。まあ、今日出したばかりですので、私としては先ほど申し上げましたように、この請願を受け止めてきちんと議長にご対応いただく、懲罰の検討をしっかりとやっていただくということをともかく願っている、そのために私としてもできる限りの取り組みをしていきたいということにつきます。で、会期末がいずれにしても迫っておりますので、それまでの間にきちんとご対応をいただきたいと思っております。皆さんの方から何かございますでしょうか。よろしいですか。会場の記者の皆さんいかがでしょうか。はい、それでは引き続きましてこの件についての経過についてはご報告をさせていただきたいと思っております。本日は早朝にかかわらずありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。